ちはこんばんは、ゲーム動画ビッグです。インボルです。はい、何かご用ですか？何年ぶりなの？2年ぐらい動画上げてなかったけど、
ショーツ。頼むぞ。 2.3 メートル、ちょっと足りなかった。ショートです。ツアーに行こう。いけるか。行った、バーディー。緊張です。ライズアップ。残念な、ラフなしはならず。オンボーナスかな。パーボール1個。Yeah.
これは失敗が。そうだ、急いでしまった。頼むぞ。クックルパッド。バックスピンなんですね。あれ取ろうと思ったら取れるかな。対戦だけしてみよう。行くか。よし。可愛い女の子。お店？どんなお店だ。628m って。すまんよ、お店もあります。私のお店ってここなんだろうか。かなりの強敵ですから気をつけないとね。一発目はまあそうですね、そこのグリーンに乗せることが大事。かどうか別問題。フェアウェイキープだ。なんだこれ、落ちている。319ヤード。下りだったんですね。さあ、相手は195ヤードしか出せない。しっかりフェアウェイキープしてきますね。さあ、相手2打目です。あ、これはフェアウェイキープできる？ダメです。ダメです。やってしまいました。これ大きく前進。ここでパワー使います。これも絶対しよって絶好調。右かカラー行ってくれ。 OK、 フェアウェイですね。カラーじゃなくてカラーもっとグリーンより。これは体勢が悪い。出すだけっていう感じかな。しかしあのフェアウェイはしっかりキープしてきました。4打目になります。グリーン捉えるかな。捉えます。ちょっと距離ありますね。さあ、こちらの3打目ということですね。こういったアゲインストってこと。後ろ打ちウッチですね。こうちょっと上り坂だとこの辺りかな。悪くないが、そうだ。おー、95cm、グレートショーツ。さあ、相手はもう5打目です。どう？まあ難しいでしょうね。よく 82cm まで詰めた感じはある。しっかり入れてもらいましょう。バーディーです。しました。全部ゲット。
カーノラート、もう1キロ、あ、また VS があるってことは、それは隠されてるのか。ツーアップだったか、さっきのが。それで出てくるんだ。あの、無理でしょ。全ホール、フェアウェイとグリーンのみで勝つって。所属している団体のとこ行けますかね。ダンクルプラード。これギア経験アップアイテムをちょうだい。いつまでそんなことやってたっけ。なんでしょうね、これ結果発表。チャンピオンは誰だ。あ、9ホールで結構難しいホールなのか。あ、ここに挑戦しろってわけですね。どうしよう、みんなでゴルフ。お金、時間かかるけどね。早速。何これ、なんか使わないといけないのか。なんで。まあ3ホールでいいでしょ、時間の関係で。すぐ集まるとかあんないよね。だって受付中になってるけど、まあ多分ガチのこっちやってるから、みんなこっちにカジュアルで集まってこないんじゃないの。ですね、キリに行こうや。まあ気楽に行こうや。そうか、釣り屋さんの宣伝トーナメントなんだ。いいですね、タイアップ。うん、そのコースだな。ちょっとやっぱり
イショットだが、ちょっとやっぱり上がり気味なんで、頼むぞ。2の3のいくら行った方が良かった。これはこのカップでかすぎる。6位ですね。次のホール行きましょう。別に勝つことなんて考えてないんだからね。さて、ああ、一回あのお姉ちゃんと戦ったホールだ。グラブ上げている姿見るとちょっと邪魔なんですよね。まだいける。いいですね。ちょっとヤシの木が気になりますが、すごいね。ジャンボとかドガラス、結構ヤシの木を越えていく。さあ、そうだ、座っていきます。19ヤードで、アプローチ位置さ、ほい、これあーっと決まったが、わずかにショート。まあ、何やっても入るでしょう。バーディーは取りました。よし、下がった。スコアがみんなすごすぎんだよね。ラストホール、ここはまだ行ったことはないホールですね。クラブ上げましょう。チップインバーディーってちょっとオーバーかな。カラーのとこです。使いますよ、もちろん。いけー、そうだ、ショート。嘘だろ、悲しい。あ、なんか時間制限があるんですね、これ。みんなすごいな、スコアが。つまり、くそ、一つイーグル取らないとダメなんですね。いや、みんなすごっておかしいだろう。もう一回やるかもしれません、鶴屋さんのランキングトーナメントは。
ランクマッチかな。右曲がるし、めちゃくちゃ下ってるやん。あかん、負け決定かな。今度はめちゃくちゃ登る。これはショートする。だからいっぱいに行っても終わったな。それこれ入れて多分ジエンドだろうな。悔しい。もう一回チャレンジ。甘く見てた。なんたらかんたらボール。あまり何もやってない高さで行こう。お、東京タワーの、偽東京タワーの、そうですね。え？塔も越えていくんだ。抜けていこう。アウト。吸い抜けていった。いけ。カラーまで来た。一打でこれすごいですね。パー4です。来ますね。あ、バンカー来るぞ。いけ、バンカー。あ、マジだ。なんだこれ。目の前が上げていくんです。いや。なんだ今のは。今度はナイスショット。これは、うん、だがまだグリーンには届かない。序盤パワー不足に悩まされましたからね。入るんじゃないのは惜しい。さあこちらはカラーです。まあアプローチウェッジでいいか。まあ上げていった方がもしかしたらグリーン上のなんだこれ。僕はスーパーショットなんだ。 やらかした。いけるか。 OK バーディー。じゃあアプローチショットで丁寧にやればよかったんですけど、勝ちは勝ちです。
いろいろボールもいただきました。駆け出しなんだよ。欲しいです。釣りやゴルフの服使いましょうかね。ポゼといきましょう。こういう風にファッショナブルなこともできます。こんな感じ。ってことはボトムスも変えたいとこですね。これはないだろう。いい、合うがいいかも。まあ悪くないですね。あ、いいんじゃないかな。これでいきましょう。測定。もう一度、ケチャップか。ミンゴルパスポート。これミンゴルパスポートきっとサブスクリプションでしょうね。ミアってあるんだ。優勝ガチャなんだな。そりゃそうだ。もうね、どこなんか。じゃあ再び、ボールをやろう。みんな強い人ばっかりですね。ガチゲーマーが。1ホール目はあれ、サンドイッチ、いやそれはないだろう。サンドイッチぐらいでいきましょう。で、これでした。あ、ナイスショット。食べてます。食べないよね。ボギーです。悲しい。なぜだ。まあもう最下位決定なんで気楽にやろう。63って狂気の沙汰じゃん。狂気の沙汰ですね。結構だから思った
ちょっと厳しいか、まあ、パワー使いますけどね。下なコースなんでこれでいいはず。これはちょっと右行っちゃいますね。微妙に左に曲がると良かったかも。 7.4m、 すごいですね、この人が動いてくるパターン。上りだよな。いや、行きました。イーグル。飛んでる。はい、スキップさんがホールアウトしてない。しまった。バンカー？いや違う、ラフです。あー、残念。あと足りないだろうな。頼むぞ。よし、ナイスアプローチ、悪くない。これはいいですよね。左にそれるか、これでも悲しい。カップのなぜだ、カップのそのテクスチャーがなんか異様にリアルですね。みんな強すぎるだろう。ユウさんがまだゴール してませんが、どうしたんだろう。なんかホールインワン達成とかいう人もいるな。適当でってチームなんでしょうね。ビッグさんはどこに所属されてない。ユウさんどうしたんだ。終わった。ユウさん失格ですね。失格じゃない、リタイア。もう1プレイいけそうだな。あ、あと1回参加できますので行きましょう。もう順位に登録されます。さあ、またショートホール。
ショート気味なんですね。ナイスオンはしましたが。これは右にやそれた。いけません。なんだ、ベストニアピンとかあるんだ。次のホール行ってみましょう。みんな365m。300出してるんですけどね。よし、ナイスショット。悪くないですよ。見渡した。1.9m です。これは見ました。いいスタートパットじゃなかったけど5000いきましたね。よし、すごすぎますので、番手を上げて、いつも通り。これ曲がるんだよね、この。ちょっとオーバーか。オーバーですね。わーっと、しかも、バンカーに入ってしまった。ナイスショット。これは 2.6m。 頼むぞ。 OK、 パーをキープ。まあな。金太郎さんが残っておりますが、演歌みたいな音楽だな。あ、またあれするの忘れてた。ランキングがつきましたね、初めて。
つの攻略問題の3つもありますね。ホワイトボールを生成してみよう。ホワイトどうなるんだったっけ。ただこれは、あ、これは売りたくないな。これ1個だとお金になるだけか。客になっているよ。プラス4ボールがあるんだけど、多分全部プラス4で埋まってるかな。パーが3、1アップですね。はい、ということで、今回はツリアゴルフトーナメント2、こちらをですね中心に行っていきました。久しぶりのミンゴルでしたが非常に楽しかったです。ということでまたお会いする日まで、よろしければチャンネル登録高評価お願いします。多分ミンゴルのプレイリストもあったかと思います。概要欄に記載しておきますので、よろしければ見ていただいて、ブックマークもしていただければ嬉しく思います。またブログ、ツイッターもやっております。説明欄にアドレス記載してます。ぜひご覧ください。ツイッターはライブ配信のお知らせなどもしてますので、ぜひフォローお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。